のは古川麻美先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ズバリ先生、今回のテーマは？はい、今回は市政かまぼこさんのうなる美味しさうな汁を使った料理を作っていきたいと思います。いや、もう先生びっくりしたんですけど、これかまぼこなんですよね。そうなんですよ。どう見てもうなぎじゃないですか。でしょ？こちらですね、レンジでチンするだけでも美味しいですし、うん、本物のうなぎではなかなかできないアレンジ料理を楽しめるのもいいところかなと思います。ほう、うなぎだと思っちゃうなうな、これは喜んじゃうなうな、うなうな、うなタレも味も生まれ変わったうな汁、ふっくらコクうま市政。身のふわっとした食感や皮のしっかりした質感にまで再現度にこだわるうなる美味しさうな次郎。今年はふっくらとした厚い身になり、タレもコクのある豊かな風味へと大きく生まれ変わりました。またご飯だけでなくパンや麺との相性もバッチリなんですよ。ということで、うなる美味しさうな次郎を使ったレシピ、一品目はうな次郎と大葉の天ぷら。材料はこちらを準備。さあ先生、それでは最初は何からしていきますか。はい、うな次郎ですね、はい、開けてください。これもっとパッケージ見てもう、どう見てもうなぎやんって感じですよね。でしょ。はあ、驚くわ。すごいですよ。そしてこちらを、こちらをですね、まな板に乗せて半分にカットしましょう。半分ですね。そしたらですね、あとは大葉を巻いてもう揚げていくだけなんですが、はい、簡単、はい、簡単なんですよ本当に。大葉で挟んでいくんですけど、はい、うなぎから剥がれないようにちょっと大葉のこの裏側に天ぷら粉をさらっと、さらっと、うん、ちょっとだけ、ちょっとつけて、うん、ちょっとさらっと浸して、うん、それでうな汁に貼り付けていきます。海苔代わりにするみたいな。そしたらそうですね、うん、しっかりくっつきますね。そうで、あの上になる分がこう大葉のとんがった部分だとかっいい、おしゃれです。なるほど、そうそうそう、こうね、はいはい、そんな感じ、はい、で半分ちょっとうな次郎が見えるぐらいで、そう、そうです、そうです、そうです、はい、そしたら油の温度が上がってきたので、はい、天ぷら粉を全体につけて揚げていきます。わあ、いい音。もう一個ぐらいいっときます。もう一個ぐらい、うん、美味しそう。わあ、なんか香ばしいいい香り、タレのいい香りがします。うな次郎がさっくり新食感、子供も大人も楽しめる簡単おかず、うな次郎と大葉の天ぷらの完成です。うなる美味しさうな次郎を使ったレシピ、二品目はうな次郎とアボカドのなめろう風サラダ。材料はこちらを準備。それでは先生、2品目です。はい、はい、何からしましょうか。はい、まずは調味料を混ぜていきましょう。はい、もうここに載ってるもの全部ですね。全部です。これ火使わないからいいですね。そうなんですよ、混ぜるだけ簡単です。いいな。はい、混ざりました。はい、そしたらですね、うな次郎を切っておきましょう。はい、まずこの線に合わせて4等分して、4等分、はい、してで、1,2,3 これまた4等分ぐらいしましょうかね。短冊切りにしたいですね。はい、はい、そしたら薬味を切っていきます。はい、ネギは小口切りです。はい、大葉は1枚残して粗いみじん切りです。みょうがはどうしましょうか。みょうがも粗いみじん切りですね。そしたらアボカドです。はい、出ました、アボカド。アボカドのですね、この皮を容器みたいにしたいんですよ。ああ、おしゃれ、はい、はい、そしたらスプーンでほじくります。おお、はい、よかった、柔らかそう。ああ、本当これもう大丈夫、美味しい完熟したアボカドです、ね、これ当たり外れがあるんですね、アボカドね。そう、アボカドはなるべく熟したものを使った方が美味しいです、このサラダの場合は。そしたらまずそのアボカドと調味料だけでよく混ぜてください。うん、これを最初に、はい、味をなじませるんです、ね、しっかり、これは結構しっかり混ぜます。はい、でここに薬味をですね、うん、入れます。おー、うな汁存在感あるぞ。結構あるんですよ。ありますね。はい、はい、で完成です。アボカドを器に見立てた映えるおつまみサラダ、うな汁とアボカドのなめろう風サラダの完成です。完成しました。もう先生、何が嬉しいって、あっという間に2品っていうのがいいですね。はい、あとは気になるのはお味、早速いただきます。
まずはこちらの天ぷらですね。もう本当に見た目から美味しそうですよね。美味しい。あーすごい、私好きですね。ご飯の一品としてもいいし、お酒のつまみとしてもこれはいけますね。では続いて2品目です。こちらのタルタル風サラダですね。こちらもこううなじろうの存在感ありますね。合いますね。お味噌とこれは、うなじろうのこう甘いタレっていうのがうまくこう混ざり合って、すごいなんか薬味もたくさん入ってるので、爽やかでありながらコクがある。いや先生、うなじろうはこうどんな素材とでも結構相性がいいですよね。はい、そうなんですよ。もうそう考えるとなんかこう自分なりのレシピもできそうじゃありません？と思います。いろいろ合わせやすいのでですね、はい、そうですね、はい、なんかこう夏の食材とかでいろいろ作ってみてはいかがでしょうか。私も早速うなじろうでいろんなレシピ開発してみたいと思います。ここでお知らせ。ただいま一政公式ツイッターと公式 LINE アカウントで2つのキャンペーンを実施中。ぜひチェックしてみてください。詳しくは一政うなじろうで検索。